伊達なミュージック第15回。はい、皆様こんにちは。こんにちは。本日、はい、伊達なミュージック、はい、こちらこちら霊山子どもの村にて、はい、みんなの山彦音楽会をお送りいたします。はい、今日ね、はい、ゴールデンウィーク5月3日は、飲食などね出店してまして、はいはい、大変にぎわっております。並んでます、ずっと並んでますよね。はい、それで今回の出演者さんをご紹介したいと思います。はい、それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、それでは、本日の出演者さんのご紹介をお願いします。はい、福島県いわき市から来ましたゴスペルクワイアレゾナンスボイススクエアです。よろしくお願いいたします。なんかとってもこう、なんていうの、難しい、そのレゾナンスボイススクエアのみんなのことを教えてもらってもいいですか。はい、ですね、レゾナンスボイススクエア、レゾナンスっていうのは共鳴するとか、まあ、響き合うっていうんですね。でボイスは声で、スクエアっていうのは、まあ、そのまま直訳すると四角とかなんですけど、場所とかそういった街角とかっていう意味がありますので、みんなの声がこう共鳴し合うような場所を作りたいと思って名付けました。なるほど。このゴスペルってどういった音楽になるか教えてもらっていいですか。はい、ゴスペルはですね、アメリカとか、まあ、西洋の人たちがアフリカから黒人の方々を奴隷で、持ってきた時に、連れてこられた黒人の方々が、まあ、アフリカのその民族音楽のリズムとプラス、西洋のキリスト教の賛美歌を合わせたものを、それをゴスペルとして発展させたもので、ゴスペルの由来がゴッドスペル、あるいは、まあ、グッドスペル、良い知らせ、神様の言葉、それが語源と言われています。なるほど。その皆さんから見た伊達市の、はい、いいところっていうか魅力などもしありましたら教えてもらっていいですか。伊達市ですか。やっぱりいわき市って海なんですよ。なんでこう山の景色っていうのなかなかこう近くにないので、なんでやっぱりこう緑のたくさんある山の景色、さっきアイスクリーム食べてきました、ジャージー屋さんもアイスクリーム食べてきました。はい、やっぱりグルメもいろいろありますし、なのでこれからどんどん観光地としてもっとこう有名になっていったらいいなと思います。本当はね、皆さんにお聞きしたいところなんですが、ちょっと時間の都合でね、お聞きできないんですが、先生の指導は超厳しいですか、それとも大したことないなって、どっちですかね。怖いからね。そうそう、あんまり言っちゃうとね、怖いからね。熱心とか。熱心ですか。じゃあレッスンは楽しいレッスンなんですね。楽しいです。はい、よかったです。ありがとうございます。はい、はい、それでは、本日、レゾナンスボイススクエアの演奏をお聴きください。どうぞ。Joyful, joyful, oh, we are God in God of joy, no hope, no hope. Hearts are for light, flower, before sea. Hail the other sun, love.Crabs of sin and sadness dries out the cold all away. Give away immortal grandness, fill us with a light, fill us with a light. Oh.With a light all day. Yeah.
You don't see your team.